はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ニューズウィークですが、2006年11月、ロンドンのホテルで毒殺された元ロシア連邦保安庁幹部アレクサンダー・リトビネンコ氏の妻マリーナさんは、夫が死の2日前に残した言葉を思い出す。あなたは私を黙らせることに成功したかもしれないが、その沈黙には代償が必要だ。あなたを批判する人たちが主張するように、あなたは野蛮で冷酷な人間であることを自ら示した。生命や自由、文明的な価値観に何の尊敬の念も抱いていないことを示したのだ。あなたはロシアの大統領という職責に値しない人間であること、文明的な人々の信頼に値しない人間であることを示した。プーチンよ、一人の人間を黙らすことができても、世界中の抗議の声を封じ込めることはできない。ついにオリガルヒたちがプーチン氏を見放す兆候、独裁者の足元が崩れ始めた。マリーナさんによると、プーチン氏の支持層は2つのカテゴリーに分けられる。1つはプーチン政権から利益を得ている富裕層。オリガルヒだけでなく、メディア関係者や一部のセレブリティがプーチン氏とつながり、何らかの利益を得ている。そしてもう1つが非常に貧しい人々だという。50代以上の人たちはソ連が崩壊した大変な時期をみんな覚えている。数年間は食べ物さえも十分ではなかった。犯罪も多発していた。それに比べると今は安定しているように見える。しかしそれはプーチン氏のおかげではなく、原油、天然ガスの価格が上昇したからだ。今のような状態では国の発展はなく、未来もない。ウクライナ侵攻でモスクワや他の都市では生活がずっと悪くなっている。ロシアは全ての世界から完全に孤立していることが分かった。プーチン氏はウクライナ侵攻に関する虚偽の情報を流したと判断すれば、厳罰を下せるよう処罰を強化した。リベラルなメディアをオンラインから遮断し、ロシアが管理していない SNS への国内からのアクセスを制限した。ロシア国民は非常にクリエイティブで、どうすれば接続を復元し見たいものを見られるようになるか、みんな工夫している。あんなに強くてパワフルで危険に見えたソ連が崩壊するとは誰も思わなかったが、あっという間に崩壊した。今のロシアはもっと強力で危険に見える。それはプーチン氏がそう見せることに成功しているからだ。しかし私たちはウクライナ情勢がプーチン氏の思うように進んでいないことを目の当たりにしている。普通の人々がプーチン政権をひっくり返すことは可能だと思うと、マリーナさんは話した。このように報道されております。こうした中ですね、ロシアの国内経済には早くも異変が起き始めています。朝日新聞デジタルですが、小売大手がロシア国内で小麦販売制限。ロシアのリベラル紙ノーバヤガゼータは5日、外資系小売大手オーシャンが国内の店舗で砂糖や塩、小麦などの生活必需品の販売に制限をかけ始めたことを現地経済メディア RBC に対して認めたと伝えた。需要の高まりが背景にあるという。同社は入荷は十分にあるとしつつ、大量買いを避けるよう進めているという。このように報道されております。このニュースを見る限り、現状ロシアはですね、旧ソ連に逆戻りしているように見えます。そしてロシア国債のデフォルトが迫っています。産経新聞ですが、ロシア国債デフォルト迫る。16日から相次ぐ支払い期限、通貨ルーブル失墜も。ウクライナ侵攻を受けた日米欧の包囲網でロシア国債のデフォルトが迫ってきた。制裁による外貨不足で外貨建て国債の利払いができなくなるためだ。国債が紙くずになれば通貨ルーブルの信任が失墜し、物価が急騰してロシア国民の生活が破壊されかねない。いわば人為的に危機を作り出し、プーチン政権への批判を強めて撤退を促す強硬策。首都キエフ攻防戦が続く中、今月16日から大きな支払い期限が相次ぐ予定で、まさに時間との戦いになっている。西側の厳格かつ協調的な制裁とロシアの債務返済意思に関する重大な懸念から、国債の返済が中断されるリスクが高まった。格付け会社のアメリカムーディーズ・インベスターズ・サービスは3日、ロシアの国債格付けを投資に適さない、投機的水準まで6段階引き下げた際の声明でこう指摘した。まずは16日に期限を迎える1億1700万ドル、約135億円の利払いを監視するという。マネックス証券の大月チーフアナリストによると、年内に元本や金利の支払い期限を迎えるロシアの外貨建て債券、括弧社債含むは2兆円超、返済原資があっても制裁で送金処理ができず利払いが滞るなどすれば債務不履行を認定されるケースもあり、いずれにしてもデフォルトになる可能性が高いと分析する。ロシア国債がデフォルトすれば通貨ルーブルの価値も暴落する。ロシア国内で輸入品の価格が上昇し、急激なインフレが進む。制裁の効果ですでに外国為替市場ではルーブルが急落し、輸入に頼るデジタル製品などの値段が毎日のように上がっているという。国際金融協会によると、ロシアは今年物価上昇率が2桁に達し、
2桁のマイナス成長になる恐れがある。一方、実は数年前からロシアは制裁に備え、対外債務の支払いや為替介入に使う外貨準備を過去最大規模、括弧今年1月時点で6302億ドルに積み上げてきた。その過程で制裁に弱いドル建て資産を減らし、友好国である中国の人民元や北方領土返還交渉を抱えた日本の円に振り返っている。先進7カ国 G7 は今回、各国中銀が保管するロシアの外貨準備を一斉に凍結し、為替介入によるルーブル買い支えを防いだ。日本が抜け道にならなかったのはロシアにとって想定外だった可能性がある。今後の焦点は制裁に加わらない中国の動向だ。人民元決済システム、CIPSを経由すれば国際決済が可能との見方もあり、制裁の実効性にほころびが出る恐れがある。ロシア国民の不満にプーチン大統領が追い詰められるのが先か、ウクライナがロシアの手に落ちるのが先か、世界が固唾を飲んで見守っている。このように報道されております。ただですね、現状ロシアはスイフトから排除され国際的な決済手段を失っています。で、結果ルーブルは交換価値がなくなり暴落しているという状況があります。こうした中ですね、自国の通貨を防衛するということのための、最大の手段はですね、外貨準備によって自国通貨を買い支えるということですけれども、西側諸国はロシア中銀が各国中銀に預けているユーロ、ドル、ポンド、円などの資産を凍結しました。で、こうしたことによりまして、ロシア中銀は自国通貨ルーブルの買い支え防衛ができない情勢というのがあると思います。またですね、今回のウクライナ侵攻でロシアとしての国家の信任が失われているという情勢がありまして、そうした中に外貨不足ということも出ている状況がありますので、ブルーカラーとしてはですね、このロシアのデフォルトは必死の情勢であると思います。ですので、今回のプーチン大統領のウクライナ侵攻というのは許されないものでありまして、そうしたことは結局はですね、このロシアの国際金融市場からの孤立、そしてロシアが経済的に積み重ねてきた信用、そうしたことのすべてを失った結果になったと言っても過言ではない情勢だと思います。そして次のような分析があります。デフォルト後も先進国 IMF からの支援は得られない。1998年のロシア危機の際には海外から手厚い支援の手が差し伸べられ、IMF による融資の支援も受けていた。ところが現状ではウクライナ侵攻によってロシアは多くの国を敵に回すことになっている。欧米が強い影響力を持つ IMF はロシアに救済の手を差し伸べることはないだろうし、ロシアも支援を要請することはないだろう。ロシアは IMF の特別引き出し券240億ドル相当を持っている。これをドル、ユーロ、ポンド、人民元、円と交換できる権利を持っているが、実際には現在の金融制裁の下では交換できるのは人民元だけだろう。デフォルトに陥った後のロシアは先進国や IMF などからの支援を受けることはなく、また海外債権者との債務リストラ交渉も当面実施されることはないだろう。ロシアの資産を持つ海外投資家はその資産を部分的にでも取り戻す術を奪われてしまうのではないか。こうなればもはやロシアの信用力は大きく下がり、国際資本市場に復帰することは難しくなり、また国際金融市場から切り離された状況に長く置かれることになるだろう。金融面で助けとなるのは中国などごく一部の友好国だけだ。ウクライナ侵攻によってロシアは経済金融面では大変大きなものを失ってしまったと言える。このように報道されております。ですので、こうした中ロシアは国家破綻、デフォルトが迫っている情勢の中において、デフォルト後もですね、IMF などからの救済は厳しいという見方があるのが現状の情勢ではないかと思います。こうした情勢下、国際的なロシア包囲網が強まっている中、ロシア周辺国のロシア離れという情勢まで出てきました。読売新聞オンラインですが、周辺国のロシア離れ加速、モルドバとジョージアも EU 加盟を申請。旧ソ連構成国のモルドバとジョージアが3日、 EU への加盟申請書に署名した。2月末に署名したウクライナに続く動きだ。ロシアのプーチン大統領は勢力圏とみなす旧ソ連諸国の欧米への接近を阻止しようとしてきたが、ウクライナ侵攻で関係国の警戒感が高まり、かえってロシア離れを加速させている。このように報道されております。ですので、今回のウクライナ侵攻でプーチン政権はロシアに対する旧ソ連諸国の警戒感を逆に高めてしまい、これはプーチン政権にとって不利な展開となってきていると思います。そして国際金融市場などからのロシア経済の孤立、こうなってまいりますとプーチン政権の足元は大きく揺れているように見えます。そしてプーチン政権を力強く支えてきたオリガルヒの中から公然とプーチン政権を批判する声が出始めています。ニューズウィークですが、ロシアの新興財閥がプーチン氏拘束に懸賞金、ロシアのオリガルヒの一人がプーチン大統領拘束に懸賞金をかけると表明した。
ウクライナを侵攻した戦争犯罪でプーチン氏を拘束した軍当局者には100万ドルを支払うとしている。起業家で元銀行家のアレックス・コナニキン氏は3月1日に Facebook にメッセージを投稿。ロシア及び国際法にのっとり、プーチン氏を戦争犯罪者として捉えた軍当局者に100万ドルを支払うと約束した。そしてウォール・ストリート・ジャーナルですが、ロシア侵攻財閥、ウクライナ侵攻への反対表明を相次ぐ。このように報道されております。さらにこうした情勢に加えまして、ロシアの侵攻財閥、オリガルヒの中核と言っていいですね、石油大手ルクオイルが3日、声明を出し、プーチン政権を批判しました。ロシア石油大手ウクライナ侵攻批判、武力紛争の迅速な停止を、このように報道されております。このことはですね、プーチン政権にとって一つ大きな打撃であったと思います。そしてこうした中、国際社会はプーチン政権に対してプーチン氏の逮捕を起訴に向けて戦争犯罪の証拠保全に動き始めています。ニューズウィークですが、プーチン氏逮捕起訴に向けて国際社会の反撃、戦犯の証拠保全が活発化、プーチン大統領を国際法で裁こうと非人道的攻撃の証拠収集が進んでいる。防戦一方のウクライナが国際社会の助けを得て正規の手段でプーチン氏を追い込むことができるかもしれない。戦争犯罪人として責任を追及するため活発な証拠収集が始まった。ロシアは2月28日以降、ウクライナの民間人を故意に狙ったとみられる攻撃を増加させている。民間施設を標的にした攻撃が加速している。国際法に反するこのような行為を映像や記録に残し分析して証拠を固める動きが出始めた。最終的にはプーチン大統領を国際刑事裁判所に呼び出し、実質的な終身刑を言い渡すことができる可能性がある。市民による記録映像を分析。イギリスのベン・ウォレス国防長官はプーチン氏が中世の包囲戦を思わせる手法を取っており、複数の都市を無差別に絨毯爆撃する計画によりウクライナを猛撃する目算だと警告した。意図して市民を狙う攻撃は戦争犯罪とみなされる。こうした行為の証拠を残そうと民間の活動が活発化している。イギリスガーディアン紙はウクライナの市民などがスマートフォンで動画を撮影し紛争を記録に残していると報じる。映像の多くは SNS で共有されており、これらの動画は専門の分析組織によって解析保存される。イギリス調査報道サイトのベリングキャットもその一つだ。同サイトでは攻撃1日目からすでに証拠の収集と分析に着手しており、 SNS 映像の保存を専門に手掛ける NGO などと連携し着々と証拠の保全を進めている。民間人を意図的に狙う行為も戦争犯罪に該当する。国連は戦争犯罪を市民または敵の戦闘員に対して武力衝突中に行われる国際人道法上の重大な違反行為だと定義している。戦争犯罪など重大犯罪について定めた国際刑事裁判所に関するローマ規定では、手段を問わず無防備かつ軍用でない町、村、住居あるいは建物を攻撃または爆撃することを戦争犯罪の一つに挙げている。なおロシアは事前の合意に反し国際刑事裁判所ローマ規定を批准しないと宣言したが、同規定への署名は行っている。これとは別に今日の戦争犯罪の概念の礎となった1949年のジュネーブ条約も参考になるだろう。ウクライナ隣国のルーマニアのニュースメディア ZM サイエンスは、こうした定義に照らしてロシア軍がウクライナで戦争犯罪を犯していることはほぼ疑いようがないと断じる。人権団体のアムネスティ・インターナショナルは、ウクライナへの侵攻自体が国連憲章への違反であり国際法に反する侵略行為であると述べている。イギリスのドミニク・ラーブ司法大臣は、戦争犯罪には刑事免責など存在しない、いかなる戦争犯罪も確実にその責任を問われるべきだという国際社会による明確な意思がある。プーチン氏であれ、モスクワにいる彼の取り巻きであれ、戦場の指揮官であれだと述べ、戦争犯罪を許容しない揺るぎない意思を示している。当面の間プーチン氏がロシアを離れる公算は低い。しかし起訴後に市が国際法による普遍的管轄権を実施するいずれかの国を訪れた場合、訪問国は市を拘束することができる。こうした中ですね、現状プーチン大統領の居場所というのは極秘中の極秘であり、先月21日にモスクワで開いたとされる国家安全保障会議の映像ですとか、ウクライナに侵攻した24日のプーチン大統領の演説動画などについては事前に撮影されたものなのではないかといった、まあ、そうした疑惑ですね、これは疑惑の段階ですけれども、まあ、そうしたことも一部報道されております。映像を流した時点でですね、プーチン大統領がモスクワにいたのかどうかというのが定かではない、こうした情勢があると思います。で、こうした中ですね、すでにプーチン大統領は雲隠れした可能性があるのではないか、このような可能性もあると思います。こうした中ですね、現欧州議会議員のリホ・テラス氏、元エストニア軍司令官は先月26日、自身のツイッターで次のように言及しました。現欧州議会議員で元エストニア軍司令官のリホ・テラス氏の2月26日のツイッター、
ウラル山脈にあるプーチン氏の隠れ家での会合に関するウクライナ将校からの情報。オリガルヒはそこに招集されたので誰も逃げることはありませんでした。プーチン氏は激怒していた。プーチン氏は今回の戦争が簡単であると考えており、全てが1日から4日で完了すると考えていた。このように投稿されております。で、この情報には精査が必要であると思います。ただですね、そうは言ってもやはりですね、元エストニア軍司令官からの情報ということで、こうしたですね、プーチン大統領が隠れ家に滞在している可能性というのは高いように見えます。現状プーチン政権は大きな正念場キロと直面しているように見えます。基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守ることは極めて重要であり、一方的な力による現状変更は決して許されないと、こうした世界中の声が上がる中、国際社会、西側諸国が一致団結してプーチン政権に対し経済制裁などで対応する中、プーチン政権は旧ソ連構成国のロシア離れの加速を引き起こし、ロシア経済の孤立、そしてロシア国内からの反発、さらにはロシア国債のデフォルト、こうしたことと現状、そして今後直面する可能性が高いように見えます。そしてもしロシアが国家破綻という状況になったとしても、今回は IMF などからの救済が行われない可能性が高いように見えます。こうなってまいりますと、プーチン政権はロシアの国家としてのその国体を維持するのが困難な情勢に直面する可能性すらあるように見えます。で、そうしたことというのは、つまりはプーチン大統領周辺が、あるいはプーチン大統領自身がブルータスの出現に警戒せざるを得ない状況に追い込まれている可能性を示唆しているように見えると思います。こうなってまいりますと、プーチン大統領はその大統領の座にとどまることは、ウクライナ情勢が長期化すればするほど厳しく難しくなっているように見えます。プーチン政権への非難の声はロシア国内からも、そして国際社会からも高まっており、プーチン政権の足元は大きく揺らいでいるように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。